は野田チャンネル。はい、どうもどうも、どうきゅう、どうもありがとうございます。イエーイ、プシュプシュプシュってことでありがとうございます。で、こちらです、買ってきました。で、はい、1210円買ってきましたということで見せていこうかなって思ってます。こんな買っちゃいました。呪術廻戦100円ですね。で、マキさんのアクリルスタンド入りきらねーっていうことですね。はい、結構デカめですね。デカめなんですけど、100円ということで、はい、買ってました。で、開けてあるのかないのか分かりませんけれども、開いてないかもしれないですね。貼り直してない、まあ綺麗じゃないかな。これもうこの辺はもう流行りもんですから、うん、終わったなと思えばもうこういう値段になっていきますからね。パンダも100円でした。で、パンダは買いませんでした。ね。はい、ということで。あとね、これはね、お店で使おうかなと思って買いました。50円ですね。フック。これ100均で売ってるやつでしょ。あ、ザ・すだれ商品かな。これね、お店で使おうと思って、フックで引っ掛けようかなと思って。そしたらね、なんかライターで炙るとか言ってるんですけど、使いづれ。ライター持ってないんですけど、と思ってね。タバコ吸わないからね、最近はもう、ずっと。なんか溶かして使うらしいよ。何これ。違う、テープじゃねえじゃん、と思ってね。ということで、思わずね、買ってしまったんですけども。なんか、あれ使いづらい。予定と違うな、という感じでございます。はい。そうしますよね。こちらです。ダン。切ったね。ということでね、100円です。マリオテニス6票。最近はレトロゲーム系がね、ちょっと値段が上がり始めてるので、まあ今のうち、もう違うハードオフさんではもうこういうのもね、普通に300円とかで売られてるパターンも多いので、まあ64だからかな。ということでね、まあ100円ならいいかってことで買っちゃいました。ね。そしてこれも買っちゃったね。マリオシリーズはね、安いのかな、どうしてもね。マリオゴルフ、テニスゴルフとね。100円なんで買っちゃいました。裏面もね、汚くないの、あんまり。うん。ということでね。ゴルフテニス。ということでね、買っちゃいました。そしてね、これも買っちゃいました。はい。マリオパーティーです。パーティーは、マリオパーティー1、マリオパーティー2、マリオパーティー3、1、2、3と買っちゃいましたね。3本セットでございます。ね、全部100円。やったぜということでね。うん、買いました。そしてですね、こちらですね、ザック消しゴム。ザックの消しゴムでございますね。これどこでしたっけ？ J コムかなんかですよね。うん。なんか全4種類って書いてあるけど。ね。買ってしまいました。50円ならいいかということでね。またね、違うパターン。まあ、これがノーマルかな？だからね。うん。こんな感じでね、2つ買っちゃいましたね。また、こっちいらなかったかなってちょっと思ったんですけど、レジに並んでる時間これだけあるやつかなと思ったんですけど、思わず買っちゃったんで、まあいいか、と思ってね。ということですね。はい、これもね、ちょっと小さめです。はい。これもね、9時のやつでしょ、これ。うん。開いてんのかな、これ。開いてるっぽいね、でもね。うん、でも開いてないのかな、これ。開いてないな。こんなちっちゃいアクリルスタンドいらねえと思って売ったのかな。ね、みんなこういうの大体フィギュアが欲しくてやりますからね、こういうんじゃねえんだよみたいなさねえ、ということでございましょうかね。もう100円ならいいかと思ってね。ドラゴンボールはね、海外でも人気がありますから、ということでね、海外でこれ人気あるかな、ドン、抱っこ寿司トレイン、ね、プルバックカーだそうです、ね、許可は得てるそうです、 JR のね、ということで電車に乗っています。抱っこ寿司、抱っこ寿司ってどこでしたっけと思ったら、スシローですね。スシローの中、子供のおもちゃみたいなやつ、これは子供セットみたいなやつかな、ね、うん、よく分からんけども、まあ50円ならいいかということでね、まああんまりね、こういうのってね、開けちゃうでしょ、子供は。今度は開けないで取っとこうなんていうのはなかなかないので、まあ、綺麗だったらいいかなっていうね。で、こんなんずーっと出さないでしょ。限定もん的な感じでしょ。だからとりあえず出しちゃいました。あとこれね。はい。見てください。こう顔。顔がいいですね。このね。これね。
あのお祭りとかでやるね、ピヨ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 って水入れてね、ピヨ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 って鳴くあの鳥の笛ですね。50円だって、これ多分お子様ランチでね、50にどうぞみたいなね、好きなおもちゃを選んでくださいみたいな、ああいうのでね、うちの子供でも選んだ気がするなって感じですけども、でもね、やっぱりね、子供はね、これ気になって開けちゃうからね、こうやって開けないで取っとくということがすごいですね。偉い、ということでこちらですね、開けないで偉い、そしたらこれですね、はい、ペプシのやつですね、あのガン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 ですね、これデスティニーかな、ね、デスティニーのフィギュアですね、これ表紙の、あ、これ違うか、うん、これか、違うな、これデスティニーですね、はい、あ、違う、デスティニーじゃない、フォースインパですか、違う、デスティニーですね、この肩が出てくるから、ということで開けてない、これすごくない、これ、ね、もう最近はあのなんだっけ、景品表、なんか景品法みたいなね、法律でなんかこういうもうつけられなかったから、うん、そういう意味ではね、開けずに取っとくということが偉いですね、これね、素晴らしい、うん、もうこういうおまけはね、本当高いものにじゃないとつけられなくなってきてるから、ね、多分もう物価的にも無理ですね、これね、はい、そしたらこれ最後かな、あ、これ最後にちゃった、一番くじですね、これね、テープでいっぱい貼ったらベッタベタです、はい、刀、お、これかっこいいのよと思った、仮面ライダーの刀ですね、刀なんですけど、これここ多分引っこ抜くとボールペンになってるという、多分そうでしょうね、これね、書きづらそうだな、ね、どうやって持つんだよ、これと。持ちづらそうだけども、どうやって取れんのかな、これ。わかんないですけど、まあ、これもそうですけども、開けちゃったら終わりですから、大体。こういうのね、全員3種類ってことで。いうことで、これね、買っちゃいました。おっと、ごめんなさいね。という感じで、これ全部で、ちょっとフックは買わなくてもよかったなと思ったんですけど、まあまあ、こんな感じでね、1210円です、ね。なんか思いっきり衝動買いですね、はい、ということで、ありがとうございました、チャンネル登録、そして高評価お願いします、そしてカウローチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ、チャンネル登録お願いします、俺は100円ライターが一番好きだぜ、100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜ、そいつで俺はタバコに火をつける、別の動画も見てね、うまくない、俺は100円ライター、あいつじゃないと、ライターライターオーマイライター、ライターライター100円ライター。